どうなるでしょうか。また展開が楽しいですね。藤井さん、はい、14連勝の春馬富士が先に東の支度部屋に帰ってきました、はい、体を動かしていた。そう。ハッピーバースデーチュー。お添えください。おめでとうございます。おばあちゃん、ふふふ。そう、9月22日、ほら、みんな見て、ほら、ほら、見え、ちょっと暗くて見えないんだよね、会場が、うん、ほら、みんな見、もうちょっと会場明るくならないよね。これが精一杯かな。はい、ケーキが来ました。見えますか、はい、ケーキです。なんなのこれ、なんなんこれ、本当だよね。突然に驚くよね。まあ、いいから早くロウソク消してくれ。いいから早くロウソク消して。いけ。イエーイ。お誕生日おめでとう。はい。じゃあ、関口監督。はい。関口監督からちょっと舞台挨拶をそこからしてください。ね、完璧に混乱しておりますが、はい、混乱すると思いましたけど、無事に82歳の。嘘つけ。いくつじゃあ。あなたいくつ今。いくつ、忘れちゃったけどさ、うん、80なんか言ってないでしょ。言ってるわけないよね、うん。すいません、無事に62歳の誕生日を皆さんと祝うことができて、ほら、うちの方が見てみて。嬉しいです。誰このおばあさん。あなたです、あなた。こういう感じ。はい、こっちほら、こっち、こっち、はい。ことこちゃんもどうぞ一言挨拶。はい、どいてということで、こういう、日々舞いあるこんな感じで母と楽しくやっております。楽しいよね、私と一緒に。住んでどう、なんかいたっけ今帰ってきたけど。一緒に住んで、私と一緒に住んでどうですか、いないのかね、私。ね、なんかいつも一緒にいるような。うん。いる？いない？いるよね。一緒にいる。私と一緒に暮らせて嬉しいでしょ。それはそうだよ。本当。それはそうだよ。当たり前じゃん。ありがとうございます。うん、そこは正直にどうでしょう。うん、はい、どうもどうも。どこからその声が出てるの。どうもありがとうございました。はい、これね、東中野ポレポレっていうポレポレっていう映画館。なんで？ちょっとわかりません。そう、わからなくていいんです。意味が分かってないと思う。そうです。はい。飲み込みません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あのババア誰や？あなた。あ、終わりました。ただいま簡単にて毎日のアルツハイマーのパンフレット800円。うるせえ。